皆様こんにちは、絶望ライン校でございます。私は27歳独身、工場で働く非正規社員です。実は胃の貯金について本日検査し結果が出ました。貯金は成功し、本日より飲酒を存分に楽しめます。皆様ご唱和ください。乾杯。ウォーウォー、生きてるのつらいね、生きてるって悲しいね、生きてるってさ、生きてるってさ、生きてるってさ。本日はゴールデンウィーク後半の様子をお届けします。オープニング映像からもわかる通り、あまり天気は良くないかもしれません。おはようございます。本日は絶県と南会津を回る予定でしたが、昼過ぎから天気が崩れるそうで延期となりました。まず朝ごはんを食べに行きましょう。ちなみに今回作業着を着ておりません。なぜだかわかりますか？なんでなんでしょうね。喜多方まで移動し朝ラーをします。食堂名前、極太手打ちラーメンと小ライス。喜多方で一番好きな店です。ぶっとい麺に鮮やかな風味のスープ、とろとろの豚。喜多方米の白飯でいただきましょう。古川農園もうまいですが、白飯を食べたいときは名前松食堂あたりに行きます。今日も最高の一杯でした。帰ったら絶剣殿と見回りです。いつもより元気な気がします。
のどかですね。田植えが始まると我が村も盛り上がります。うちの村に嫁に来てくれる方いらっしゃいましたら、絶望ライン村役場までぜひお越しください。会津の個人的絶望スポットをご紹介します。まずは喜多方旧国鉄厚塩駅。廃線になった駅舎がそのまま保存されております。鋼鉄城のカバネリであんなの見ましたね。吹雪の中も走れるように旋回窓がついているようです。運転台も絶望的です。いい感じです。続いての絶望スポットは日中ダムです。動画だとあまり伝わらないところが絶望です。最悪の絶望スポット、瀬破山会津若松ウィンドファーム。風車などの巨大構造物が苦手で割と本気で怖いです。どこが怖いか説明できないのですが、だいぶ我慢して撮影しました。怖いですね。回転音が怖すぎます。同じく苦手な人申し訳ないです。瀬破山は夜景スポットです。その先、左方向です。怖かったです。街に降りてきて一安心。次の信号は左方向です。その先、天気あまり崩れなかったですね。お風呂に浸かって、ソースカツ丼を食べました。
パイシーなソースが実にカツに合うわね、ルパン。フジコちゃん、その通りだよ。リヨンドールでアイスを買い、キロへ。翌朝は大港味変にて朝ラーです。昔ながらの醤油ラーメンです。コシのあるパツとした麺、濃いめのスープ。ラーメン屋の飯がうまいというのが地元の好きなところです。自家製のお漬物、おひたしがつきます。木綿豆腐。駐車場も広く入りやすいお店です。天気が悪く外に行けないため、室内で投擲労働をします。可愛いですね。昔からここで投擲をしていたような気がします。投擲労働は地獄です。常に危険と隣り合わせ。たまにサボります。絶望、職務放棄。続いて絶望、発掘労働。裏庭でタケノコを掘ります。我々はトレジャーハンターです。タケノコを村の方へ渡すとお野菜になってもろてきます。タケノコ永久期間です。いただいたお野菜は夜ご飯の食卓へ並びます。採れたてのタケノコは父がニシンと煮てくれました。香味と豚汁もうまかったです。お刺身もあります。豪華ですね。あっという間に会津最終日、郡山まで送ってもらいます。また来ようぞ、デスケンよ。
故郷との別れを惜しむ狼殿です。次はパートナーを連れて3匹で帰りたいです。自分用に道の駅で買った漬物タルタルがうますぎます。いぶりがっことタルタルの波状攻撃、何につけても美味しいです。そんな感じでゴールデンウィーク後半の内容でした。東京に戻り、婚活エレクトリカルパレードへ参加しました。婚活エレクトリカルパレードでお会いした紳士淑女の諸君、そしてここまでご覧いただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。焼きそばバゴーンが好きです。